武を取りに行きます。丹波の親分に非があるわけじゃないんです。俺ただヤクザの本文として親に尽くしたかっただけです。親父、中将直参にそれを本部に掛け合ってうちから追い出してくれよ。上州吉村一家六代目の名に恥じぬよう立派に戦ってみせますよ。また破門されてるだろ。親に逆らって矢を向けるような奴は破門されて当然だ。このまま幕を引かんかったら世間の笑い者になりますぜ。今度の取引はでかいぞ。幹部会談で発言する方が間違ってんだ。親を思う気でなかったら何だって言うんだよ。竹内さん、義をたっ飛び胸郭足らんと欲す。さすればおのずと道は開ける。親分の背中を見て生きてきました。